袖氏の甘袖氏の甘は、京都府京丹後市丹後町袖地において、潜水漁をしていた女性たちである。江戸時代前期から昭和前期にかけて、越前から山陰地方にかけての日本海で、組織的に活動し、主として海藻を採集した。丹後半島の沿岸部で、潜水による海藻採集を行っていたのは、唯一袖氏の甘のみである。丹後半島は、 内湾と外洋の漁法が多様で、かつ複合的に伝承されてきたことにより、袖地の雨漁を含む多様な漁業習俗は、単語の漁労習俗として、記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財として1987年12月18日に、国の指定を受けた。袖地は、若湾の西部に位置し、沖合を、津島海流が流れる。 津島海流の分流が入り込む若狭湾に面した入り江では刺し網や低地網によるぶり漁、組織的方法による捕鯨などが行われた一方、外洋に面した沿岸部では、磯見漁や海藻採取、飛び魚刺し網漁、沖合釣り漁など様々な漁労が発達し、中でも日本海側では数少ない山による潜水漁法は単語地域でも袖地のみで営まれた。 袖地でいつ頃から甘業が営まれたのかは定かではないが、遅くとも、天六年間には、袖地の貨幣というものが主導し、村内の女7から8名と男5から6名でグループを組織し、沿岸に出魚して女性が海に潜り、海藻などを取っていた。資料により、女7から8名、男15から16名の一団であったとも、記録される。当時としては異色の漁業形態で、 近海で注目されることとなった。潜水量のことを京都府の方言では、潜りという。袖市の雨は、専業ではなく、田植えや麦の脱穀や、さつまいもの植え付けなどの農作業の合間に、村ぐるみで、組織的に行われ、失業の時期も村で日取りを決めて一斉に行った。山の芝刈りなどを、村人総出で火を決めて行う共同作業を、山の口と呼ぶが、 袖市では海に対しても山の口という表現をした。この制度は1877年頃から始まり、採取物によって細かく定められていた。海に入ることを禁じる期間を海と目というが、これに当たらない海のないな日には雨たちが潜水するために大きく呼吸する、ヒュー、ヒューという呼吸音が浜に響くので、これを磯笛と呼んだ。対象年間までは、 袖子の女はほぼ全員が雨漁に従事し、付近の沿岸をはじめ、遠く、若狭や田島、山陰の海まで遠征した。丹後地方の漁業形態は一般に丹泉漁業が多く、エート網、大式網、地引き網などの一部の例を除けば大半が、家内創業による1から2名での漁であり、完全に組織的に行われた袖子の雨漁は、その点においても得意なものであった。 雨漁は袖子の重要な現金収入の手段であったため、袖子の女は幼少の頃から海に潜ってきた。かつての袖子で村内婚が推奨された理由の一つが、多村の娘では潜水して海藻を採取する力が期待できないためであるという。1934年時点で70名、1938年時点で59名の雨がいたが、一連の活動は、 第二次世界大戦後間もなく姿を消すこととなる。1945年から1947年にかけて袖市のマが主な収入源として採取していた天草は輸入物に押されて取引価格が暴落し、マ業は労働に見合わない家業となった。1948年には天草の取引価格は盛り直したが一時的な ことでしかなく、1952年に再度暴落すると、やがて袖子の雨は途絶えることとなった。1983年時点で、かつて雨だったという女性もおよそ3人にまで減少した。いずれも80歳を超えており、後継者がいなかったことが雨量が途絶えた要因である。昭和前期の単語地方では、企業が全盛期を迎えており、袖子でも、 京都の繊維問屋と結びついた企業が栄え、多くの女性が甘ではなく気温なを選ぶようになっていった結果であった。袖子の甘の、おおよその失業範囲袖子の甘集団には、地海と呼ばれる袖子の近海を漁し日帰りで帰る、者たちと泊まりがけで遠征する、よそ行きとがあった。昭和初期には十層の友人が活動し、そのうち、約半数が地海で創業し、残る半数が、 遠方まで足を伸ばした。10層のうち6から7層が田島方面に出漁し、さらにその中から一部の船が兵庫県、霞や鳥取県画路まで足を伸ばしたという。東は稲野は趣味先から西は網野の浅間川や水戸辺りまでが近いの範囲だった。船一隻に船頭の男2名に雨七7から8名が一組となって創業したとも船頭1名に 甘六名が一段になったとも言う。地いは、年配の甘や血の巫子のいる甘、習いでと称した見習い中の甘が担当した。1907年生まれの甘の記憶によれば、地いの工程は次のようなものであった。朝七時頃に朝食を取り、弁当を持参して浜に集まる。朝食や弁当はいずれも、ご飯、焼き魚、梅干し、漬物などであった。 その日の魚場は、船道と熟練の天が相談して決め、ここと決めた魚場の天草を取り尽くしながら移動し、日没の18から19時頃に寄存した。1日に潜る回数は、午前3回、午後3回の6回で、1回目の潜水の収穫は、天のもの、2回目は、船道のもの、3回目以降は、天のものと決まっており、6回中1回分は、船道の報酬であった。 天は一括二ごとに陸に上がり、火を焚いて、暖を取った。その際には早く、体を温めるために芋を焼いて、食すのが定番だった。よそ行きは、出料とも言った。西は、兵庫県田島の木の先や鳥取県方面まで、東は、福井県、小浜まで遠征した。先導の男二名と天四から五名が組んで創業し、 マは、若手から中年にかけての元気なマたちが、よそ行きを担った。一回が五日間くらいの工程で、盆までの間に、マ一人あたり二から三回は行ったという。よそ行きには、かやと味噌と醤油を携え、洞窟や浜辺の小屋や船を寝床に魚場を回り、当地の村人も気づかないうちに天草を採取して去った。その漂白性から、他国の人は、袖地のマ船を、 単語の盗っ人船と呼んだ。袖地のアマたちの船は、船頭が矢倉を漕ぎ山は海を漕ぐ、三枚海や四枚海と呼ばれる非常に足が速い船だった。他の裏の者たちは、袖地の前では、海角なと言い,い、その速さを比べられることを恐れた。とはいえ、オバマから田島にかけての海で天草を取る村は、袖地の他になく、利害が対立したわけではなかった。 マイズルやオバマの大島半島など、毎年出かける土地では良好な関係もでき、大きな農家の屋敷に、無償で泊めてもらえることもあった。廃藩置県以後も、袖氏には、袖氏のものは、どこの海でも自由に天草を取って良いとする旨を、記載した、高橋小暦よ農林大臣の署名入りの許可書があり、田浦での自由創業は公認されていた。万が一、 よそいきで田浦のものと揉めた際には見せられるよう、アマたちはその写しを携帯していた。しかし、明治期に制定された漁業法で地先漁業権が設定されると、袖地のアマは長年の経験から発見してきた各地の漁場の多くを失うこととなった。袖地は観光による入漁権を主張したが、相手の村々はこの海に袖地のアマが来たことは一度もないと主張し、 これを否定した。唯一、東大浦村麻野原においては、毎年訪れる甘と親しくなってこうなした若者がいたことが動かぬ証拠となり、裁判の末に、袖市の雨は監修に基づき野原での漁を許されることとなった。以後、野原の漁業者たちは毎年、袖市の雨が遠征してくる夏が来る前、春のうちに、船の上から調査を入れて、天草を巻き取り、 長さにして、およそ3分の2の部分を、根こそぎ採取してしまうようになったが、後からやってくる袖子の雨が潜って採取する、海底付近の海藻の方が質がよく2倍の値がついたという。相手先の海に入漁権が認められて、以後は、第一回目は、田植えの時期に行き、第二回目は砂掘りを済ませてから7月10日から8月20日くらいまで滞在して、漁をした。 小舟で失業し、アマが潜って採取したものをスマ袋に入れて、船にあげ、それがたまると、船頭の一人が、陸に運んで岩場に干した。よそ行きでの収入は全員で平等に分割し、これを、頭割りと呼んだ。潜りにかけたアマと組めれば、船頭の収入も増えるので、船頭たちは、漁期の始まりや終わりに、下駄や腰巻きなどの贈り物を携え、熟練のアマに、 自分の船に乗ってくれるよう頼みに行ったという。袖地の雨は、素潜りで5メートル前後を潜り、主として海藻を採集した。潜る際の衣装は、もんぺにメリアス製の半袖の丸首に、ボタンがついた肌着を着て、晒しの帯を胴巻きにして締め、体の冷えを防いだ。着物仕立ての服は、海水で胸が開いてしまって、仕事に支障が出るため潜水時には避けた。 頭部は手拭いでほっかむりをして、潜水や浮上の動きでも抜け落ちないように顎にしっかりと結び、その上から二つに分かれた水中メガネをかけた。明治時代初期に登場した水中メガネは天の潜水を助ける第一の文明の利益であったという。袖市では1895年頃から導入された。メガネがない時代は水圧や塩水で目を痛めるのを恐れて、 海底では目をつむり手探りで海藻を採取していたが、メガネの導入で海中でも目を開けていることができるようになると漁獲の能率は飛躍的に向上した。このメガネの曇り止めには生用木の葉をもんで磨いておくのが適していたという。丹後地方では、ナサシと呼ぶ貝起こしの小さな鉄具と海中で採集したものを入れる袋を携えて潜水した。 袋は1と4から5小入りの米袋のような形状のもので、スマ袋、海かずき袋、海袋などといい、腰の前側に下げた。最終物を入れる袋がいっぱいになると、船頭が船内に引き上げ、天は浜で流木を燃やして暖を取った。この袋は、藤布や麻布などで作られた目の粗い袋で、中でも塩分や摩擦に強く丈夫な藤鶴の繊維でおった。 富士布は、濡れても体にべとついて、泳ぎに支障をきたすことがなく、大変適材とされた。富士布をよって作った縄は、天が潜水するために抱いて潜るもる重しと船とをつない台の地図などでもあった。こうした富士布は、採取したワカメや海苔を山間部に行商に行った際に、物々交換で入手した。富士布の入手先は、宮津塩屋や小倉集落などで、麻布は、 富士布よりも後の時代、峰山町や茅町などの単語ちりめの畑屋に、方向に行くようになってから、ちりめ食器に用いる、朝の通じ糸を譲り受け、用いるようになった。春は入る、秋は秋袋、冬は塞がると言を担いで、スマ袋を仕立てるのは必ず春先にしたという。1962年8月、漁村と天の生活をテーマに、 民族資料調査を行っていた京都府教育委員会ののり隆ま主治らのグループがこのスマ袋に注目した。天野の聞き取り調査によって、与野で藤織が存続していることを知り、これを古代生活の貴重な資料として、古代の繊維研究の権威として知られた、布目純道教と工芸繊維大学教授のコメントと、共に新聞各紙が報じたことで、 全国的に注目を集め、全国各地で藤根の大はじめ麻布など自然府の調査や保存、伝承活動が発足するきっかけとなった。天草干しの様子天草は、ところや寒天の原料となる海藻である。ところては室町時代には京都や奈良の都で流通していた。幕末頃から明治期以降は特に寒天の材料として商品価値が高まった。 袖地の甘の主要な採集物で、解禁日以降なら、自由に採集することができた。袖地の労働下には、海目節とは別に、天草鳥の歌が残されている。天草には、本草、マグサ、タヌキの3種類があり、最も質の良い、本草は、潮の流れが激しい鏡上先突端の水深4メートル付近に、多く生え、根が固かった。 息の長い熟練の甘は5から6メートルを潜ることができたが、息の短いものは3メートルが限界で、甘の技量は、天草の終了を左右した。多村に、小森や旗や暴行に出ている娘は、天草取りの時期が近づくと村に戻り、海で練習を積んだという。取った天草はその日のうちに乾燥し、よそ息の場合は俵に詰めて、袖子に送り、袖子で競売にかけられ、 大阪府や長野県等から業者が買い付けに来た。7月1日に入札を行い、最初に出かける前から、今年の天草をいくらで買い取るか事前に相談する、商人もいた。天草取りの最適期は6月上旬から7月の土曜の入りまでで、1回目の山の口は6月の何の日を見て、約1週間行われた。その後6月末頃までに、 農作物の植え付けや砂掘りを済ませると2回目の山の口が開き、土曜の入りまでが天草取りシーズンだった、よそ行きは盆前まで行われることもあり、盆には甘たちも袖市に帰った。この天草取りは安価な輸入品の流通によって、天草の価格が暴落する1950年頃まで行われた。昭和17から18年頃が最終だったと記憶するアマもいる。 袖シでは、海藻は岩のり、わかめ、天草を主に取り、ウゴ、モズク、ハバノリなども採取した。貝類はサザエ、ウニが主な産物で、天狗グ以外は磯ミ漁で採取できるため、男女を問わず、アマがいなくなった現在でも漁が行われている。岩のりの採取時期である11月中旬から3月までは、海止めが実施された。 海止めは、集落内を流れる5本の川の内東端にある、落川より、京が岬側の岩場に行くこと、そこでの生物はいかなるものも採捕することを禁じる。もので、この期間内の岩のりや幅のりの採集は、山の口当日のみ共同で行われる。ワカメは、口開け以降は自由に採取できるが、4月中は、午前中のみ、5月以降は、午後も買って良いことになっている。 ウニの口開けは7月に2日のみあり、共同で採捕した。袖地の集落の始まりは定かではなく、漁業の起源も明らかではないが、遅くとも、大江年間には二十数個が居住して、農業を営んだと記録されている。再創業の始まりは、天正年間であると伝わり、前述の通り元禄年間に、 家兵が主導して、天を一団として組織して、漁をするようになると、その収穫は、年収としても、専業で成り立つほどに多く、他の村民も皆これに習い、袖地の女性はほとんどすべてのものが、天となり活動した。享保年間には、近隣の村に習って、早川業を始めたが、技術不足に加え、天の再創業に障害となることが分かって中止された。漢方年間には、 漁民共同で木中網を設置したが、工業場とはならず、波風の激しさから、管理作業も、ままならず、これも数年で中止されている。以後、しばらくは、再操業のみが言われたが、1862年に、間オ村から漁夫を雇って、漁具を新調し、超たぐり網を使用したところ、高漁であったため、3層の漁船が20年ほど活動した。 網漁はその後一時期耐えたが1897年頃から再び始められ明治時代から大正時代にかけては45艘ほどが創業し漁業が発展したこの頃は漁師も漁獲港も多く漁民は漁業専業で潤ったというしかし昭和時代に入って新たな漁法が導入されるにつれ乱獲による漁獲港の激減で漁業で生活を維持することが 困難となった。その後の袖市の漁業は、取る漁業から作る漁業へとシフトし、アワビやサザエ、ワカメの養殖などの旋回漁業が行われている。ありがとうございます。